セントメリルボーンのヘールシャム男爵クインティンホックは、イギリスの政治家、貴族、保守党に所属し、保守党政権下で、閣僚職を歴任した。1950年に、第2代、ヘールシャム子爵を継承したが、庶民院議員になるために1963年に、爵位を1代放棄した。1970年に1代貴族メリルボーンのヘールシャム男爵に除され、 再び貴族院議員となっている。1907年10月9日、保守党の政治家、ダグラス・ホックとその妻、エリザベスの間の長男として生まれた。イートン・カレッジを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチへ進学。リンカーン放送院でも学び、1932年に法廷弁護士資格を取得した。1938年から1958年に、 かけて、オックスフォード選挙区から選出され、保守党の庶民委員議員を務めた。第二次世界大戦中は、国防義勇軍に従軍し、少佐階級まで昇進した。1945年には、第一次チャーチル内閣で、航空副大臣を務める。1950年8月16日に、父が死去し、第二代ヘールシャム死爵区員を継承し、貴族委員議員に列した。 1953年には直線弁護士となる。1956年には、数密顧問官に列する。イーデン内閣で1956年から1957年にかけて、海軍大臣、マクミラン内閣とダグラス・ヒューム内閣で、文部大臣、数密委員議長、王子証書、貴族院院内総務などを歴任した。1963年7月に、 貴族法が制定されて、爵位の一大放棄が可能となると、彼は、庶民委員議員になることを希望して、ヘールシャム施策の爵位を返上した。そして、セント・マリルボーン選挙区から庶民委員議員に選出された。1970年6月に保守党が政権を奪還して、ヒース内閣が成立。この際に一大貴族爵位サセックス州における、 ファーストモンスーのメディルボーンのヘールシャム団爵に除され、再び貴族院議員に列する。そしてヒース内閣に大法官として入閣した。その後労働党政権を挟んで、1979年にサッチャー内閣が成立すると、再び大法官として入閣した。比較的サッチャーに従順な閣僚だったが、政権末の1987年にはサッチャーから、離反して辞職している。 1988年にガーター勲章を与えられた。2001年10月12日に死去した。ヘールシャム死者位は長男のダグラスホックに継承された。ありがとうございます。